おはようございます。トムのだからキャッスル、今回ね、当然ですけど水曜日、そして場所はキャッスル熱田店に来てますが、普通オープニングで木下美でこの台打って、この台打って、この台打って、これしよっかなみたいな話をするんですけど、なんと昨日がこちらキャッスルさんが休みだったんですよ。下見してないです、どうしようと非常に昨日の夜悩んだ結果、セイントセイヤ、前回前々回ぐらいだったかな、こうすごいいい感じに前代ぐらいが箱積んだりとか、そういう感じでこうまあありそうな雰囲気がプンプン何回かあったんで、セイントセイヤをまず攻めてみたいと思います。オキドキも朝一のオキドキちょっと魅力的ですけど、でパチンコの寝台ガロとかいろいろあるけど、僕が入場する番号が128番なんでガロがまず取れないんで、パチンコの寝台は取れないんですけど、きっとスロットは何でも取れる状態なんで、ちょっとセイントセイヤから攻めて、ダメそうだったらオキドキとか、もしくはちょっと最近ね、僕再ブーム中のハーデス行っちゃおうかな、こんなあとは2人のことどっちしようかなみたいな感じになってるけど、今回はいつも通り全力で頑張りたいと思います。だから応援してね。この番組の舞台となるのはプレイランドキャッスル熱田店です。パチンコ960台、スロット522台、駐車場1200台、イオン熱田店のすぐ近く、笑顔が素敵な店員さんが元気いっぱいのお店です。皆さんぜひお越しください。お願いします。おはようございます。違う、みんなガロでしょ、多分ガロいっちゃう、いや多分空いてないよね、空いてない、空いてない、すごっ、90代ですよガロが。そら前日朝、前日の夜から並ぶわ。おきどきに行くべきだろうな。でも起きどき後で行けるよね。セイントセイヤが移動したから、ちょっとセイントセイヤどこかな。さあ選んだのはセイントセイヤです。下見してないとなんかすごい変な感じするよね。なんかいつもだったらこう起きどき見たり、ゴッド見たり、パチンコちょっと打ったり、海当たったりあったりするけど、見もしてないからね、こうすごい不安あるで、まあ時々行くのが無難やと思うけど、昨日が休みだからこう多分ね、ものすごい人集まるっていうか、ね、まさかガローが90代って僕ね、見逃したよね、店舗のホームページで。もうちょっとね、いろいろこう考えることできたと思うけど、全く何も考えてないよね。まあそんなこんな中ではちょっとセイントセイヤ打ってダメだったら、まだ後でオキドキはやっぱ台数が多い分取りやすいっちゃ取りやすいかなと思って、セイントセイヤがダメそうだったら黙ってオキドキ、もしくは黙ったハーレスかなっていう。まあセイントセイヤはね、打った回数そんなにまだ多くないけど、まだねしっかり ART で出したことは1回もないよね。ボーナスはよく引くけど、 ART に入ったところでボーナス引けないし、あのバトルみたいなあまりまだ体験してないよね。なんか通常時よくボーナスを広角に上がる的な、が的なやつやな。 OK、 まあなんていうかな、本来ならこう ART 入って多分200ゲームぐらい乗せればすごい伸びるよね。で200ゲーム割と乗るんでね、なぜか俺は乗せられない、ボーナス当たらないから。まあ今日はちょっとね、いけるかどうかちょっと様子見て、いけそうやったら頑張るけど、
正直投資2万ぐらいの時点でどうにもなってなかったらおそらく移動すると思います。完全に見てなかった。やった、待ってたよ。狙いに行く。シルバー製品じゃあ選ぶか。事件やっと無駄だと思います。ないね。ARTに期待しよう。OK、 これで外してあれに行くよね。これね、おお、ここでここでチャンスめ。ノーボーナス。やっとちょっと盛り上がってきたね。うわ、うっそ、アウトやん、完全に。ないでしょ。マジかー、ハーレスか。早くもハーレス行くべきかな。300円いっちゃった。そうだね、投資も大きいの1本。お前たち、まあまだまだ何とも言えないか。だからまああと1万は打つけど、現時点で弱者が多いねだけで、ちょっと頑張れそうかなって、弱者で頑張れそうかなっていうのはおかしいよな。おっ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 、イエス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 、ワンモアタイム。ああ、ボーナス欲しいな。あー、オッケー、よいよいよ。シルバーセイさあ、うっそ、自決するか。私の手によって死ぬ。あ、変わった。何を知らんの。え、マジか、レギュラーか。あれ、今回バー止まらなかったね。ボーナス確定。あ、やっぱりレギュラーか。やっぱり、はい、レギュラーボーナス投資13です。397ゲーム、今日チャンスメント同時当選です。だからエアティに入って、はい、アウト。やった、40枚、やったね。ジュナさん、ああ今行くよ。グッバイ、窓巻き漫才、ルパン漫才、ハーレス嫌い。昨日ね、下見してないからな。これやっちゃう、こんだけ空いてると。
やっちゃおうか。ハーレス金歩きダッシュ8台ぐらいいけると思います。次回のダケダケキャッスルは11月11日水曜日、当然前日の火曜日10日下見やりますんで、皆さんぜひ遊びに来てください。だから待ってます。バイバイ。